今日はですね、前にも紹介したんですけれども、徳島市の道に電線がないと、きれいに整備されている状況をまた報告したいと思います。前回よりも電線のない区間が広くなっております。はい、この状況をレポートしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
かのコンビニ寄ってちょっと買い物していくんで、そこまでの取材で終わりにしたいと思います。コンビニあるかな。高速乗るんですよ。もう今これ川内町ですね。徳島市川内町。徳島トクトクターミナルって言って、高速バスのね発着地点ですよ。あ、300m 先、そこにコンビニあるわ。高速バス乗るときは昔何回か使いましたよ、ここトクトクターミナル。はい、じゃあ僕はここのローソンでちょっと買い物するので、撮影はこれで一旦終わりたいと思います。はい、どうもどうもでございました。かかんなった。